公開霊言、英語界の巨人斉藤秀三郎が伝授する英語達人への道、大川隆法。前書き、先人しかも達人の話に耳を傾けることは時代を超えた喜びであり幸福である。本書に登場する斉藤秀三郎氏も海外に留学することもなく、英和や和英の辞典を書かれた明治大正期の英語学会の巨人である。その猛勉強ぶりは凄まじく、娘の結婚式に出てくれるとは誰も信じなかったほどだという。私自身も勉強と仕事に何十年も打ち込んで、親の死に目にも会えず、兄弟や親戚の葬式にも出なかったというよりも、来るはずもないので知らせる必要もないとことごとく遺言されていた始末である。これが本の出版点数で世界ギネス記録を持つ男の隠された正体でもある。今私は世界各地で英語で説法し、テレビなどでも生中継され、説法そのものが英語の本で出版されている。英語の専門家ではないので市販はしていないが、教団内では英語の参考書も百数十冊書いている。本書は使える英語を求め続けてきたこんな私にとってもインスピレーションを与え続けてくれる一冊である。2013年7月30日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。英語界の巨人斉藤秀三郎が伝授する英語達人への道、目次。前書き、英語界の巨人斉藤秀三郎が伝授する英語達人への道、2012年1月23日斉藤秀三郎の霊事、東京都幸福の科学教祖殿対語館にて。1、斉藤秀三郎氏に英語勉強法を聞く。英語力強化のため英語達人に学ぶ。明治大正期の日本における英語学の巨人斉藤秀三郎。英語力に関し、私は安易な妥協をしたくない。英語達人斉藤秀三郎を奨励する。2、日本の英語教育について思うこと。今の日本では英書を読む必要に迫られることが少ない。日本人の英語習得には人工的努力が必要。韓国や中国で留学熱、英語熱が高い理由。3、英語に天命を見出す。日本人の英語学力を上げることに天命を感じた。若者は自分の魂が完全燃焼することに生きがいを感じよ。英語のプロを目指すなら真剣勝負の意識を。実用の学として結びついていた理数系と英語、自分に厳しく勉強し続けることで到達する地点がある。4、英語力を高める具体的方法。英語の基礎とは頭に英語回路を作ること。最初は一線語の英単語と中学英文法のマスターから。英語のプロとしては10万語を超えないと話にならない。単語を覚えるレベルと使いこなすレベルの違いとは、使う人によって意味が変わる。おはようございます。英語のミッドナイトは夜中ではなく夜12時のこと。90数%の言葉は
辞書を引かずに用例で覚える。難しい言葉を子どもが身につけるプロセス。1000語以上の単語を覚えるのに必要な文脈推理力。英文法のマスターがアウトプット力を高める。文脈推理力を鍛えて本物の英語力を身につける。さまざまな種類の英文との接触面積を増やす。他調の教材に混じっているスラングには要注意。立場相応の英語を使えないと品性が疑われる。センスある英語のマスターには誰に教わるかが大事。5. 本物の英語を身につけるために、高校英語と社会で通用する英語にはギャップがある。受験英語は日本が独自に開発した英語学習法。受験英語と実用英語との激しい論争。初期、中期、後期の3回は文法の締め直しが必要。文法を知らない外国人が多い英会話学校には要注意。文法の制覇、単語力の増強、熟語の制覇が達人への道。辞書を引いた回数と英語力とは比例する。6. 英語が苦手な人へのアドバイス。英語を暗記物と考えるのは間違い。文法の奥にある文化の違いを身につけよう。英語は登場人物やシチュエーションを厳密にする論理的言語。文化の違いをつかめば英語的な認識が可能。英語の心に推算するために必要なこと。英語を学ぶことで日本語の正体がわかる。奴隷の学習にならないための注意点。品詞をきちんと理解しよう。自動詞と他動詞の違いを抑える。主語が単数か複数かで動詞の語尾が変わるメリット。英語には伝えたいものを先に出す傾向がある。7. 最後は志だ。志こそがチャレンジ精神やハングリー精神の源。本当の学問は時間無制限、リングなしの世界。英語学習は時間と根気の勝負。やり続ければ英語は必ず楽しみに変わる。細切れの時間の積み重ねを続けよう。8. 斉藤秀三郎の名言を終えて。後書き。道を極めた人の言葉は貴重である。私自身の名言形式でなければ、私自身が斉藤秀三郎先生に叱っていただきたかったぐらいである。そんな英語でどうする？そんな学力で世界に通用するか？と、英語も少なくとも私の人生にとっては世に認められ、活躍の舞台を広げる意味で強力な武器となった。すでに幸福の科学学園、中学、高校を関東と関西の2校開いて、2015年には千葉に幸福の科学大学を開学する予定だが、その推進力にもなっている。国際伝道でも勇気を与えられた。ローマ・バチカンのフランシス新法王が朝の祈りの際に原稿なしで5分から10分話すことがあるので、教義が混乱しないか大騒動が起き、イタリアの新聞は法王が恥をかかないよう
動詞の間違い直しに神経をすり減らしていることが雑誌タイムの記事に載っていたが、妻は、うちの先生は原稿なしで1時間半、2時間と英語の生説法ができるのにね、と不思議そうな顔をした。私の背中に冷や汗が流れているとも知らずに、とにかく語学学習に終わりはないということだ。2013年7月30日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。